透明の対話では、身体や記憶に関わる空間表現を古典技法であるフレスコ技法を用いて探ります。変化し続ける時代や社会、それらから様々な影響を受けてさまよう個人の意識、その神話性や透過性を作家は感じ取り、人々の忘却の痕跡を昇華した光景を描きます。作家にとって作品に現れる様々なベールは、他者との共通感覚のようなもの、画面の表層を剥ぎ取って写すフレスコ画の修復技法によって、内壁と外壁で一対となったキューブ自体もベールの一部となり、剥離と忘却の痕跡がとどめられていきます。現代社会の中でこうインターネットや SNS がすごく普及してきて、仮想体験というか身体性を伴わないこともどんどん増えてきたと思うんですね。なんですけども、こうすごく身近に誰かのプライベートな空間であったりとか生活っていうのが見えてくる中で、自分は実際には体験してないんだけども体験したかのような、そういった記憶がこう蓄積されていくと思うんですけども、その中からフレスコ画にこう落とし込んだりっていうものをしていますね。はい、と私はキューブをベールや幕のそのものだと捉えておりまして、壁画の延長線で考えているんですけども、失われてしまった、今はなくなってしまったこう記憶の断片であったりとか、そういったものをこう想起できるような場所になればいいかなと思っております。仮想空間の中を、常にさまよい続ける、個人の意識と、社会の中で、そういうふうにさまよい続ける個人の意識が個人の体から離れてネットワーク上をさまよい続けていると思うんですけども、そこの剥がされたものと、剥がしてこう落ち着いたものとで忘れ去られ続けていく、忘却の連鎖のようなものがテーマになっております。やっぱり新しいものがどんどん生み続けられていく、でそれがこうどんどん繰り返し新しく更新されていくっていう社会だと思うんですけども、その中で、ただそれに流されていくだけではなくて、それを個人の視点から眺めて、で本当に何が大切なものかとか、なくなっていくもの、失われていくものの中に大切なものは本当にないのかっていうのを見つめ続けながら制作はしています。はい、いろいろな情報がこう失われ続けていく現代の中で、シェルターのようなプライベートな空間っていうものを、ベールであったりとか光の幕であったりとか、そういったものにこう包まれている空間っていうものを体験していただけたら